マトラ MS7 はマドラが製作したフォーミュラ2カー。1967年から1969年まで F1 世界選手権に投入された。MS7 は F1 ではそれほどの成功を収めなかったが、F2 では1967年後半から1969年まで圧倒的な強さを発揮した。MS7 はフォーミュラ1カー以外でマトラが 最後に製作したオープンホイールカーであったが、モータースポーツ史上最も成功したフォーミュラ2カーの1台である。モノコックはリベット止めされた4つのあばら骨を持ち、サイドパネルには総容量120リッターの燃料タンクが配置された。1.6リッターのコスワースエンジンは多くの燃料を必要とした。MS7 は投入された3年間でほぼ変わらぬまま使用された。 1968年及び1969年にはフロントとリアにウィングが付けられた。全モデルの MS6 はブラバムによって使用されていたが MS7 は1967年、1968年、1969年と3年連続で F2 のタイトルを獲得した。MS7 は F2 タイトルを3年連続で獲得した。 ヨーロッパ F2 選手権の初年度となった1967年は、ティレルレーシングのジャッキーイクスが3勝を挙げて、獲得した。1968年は、マトラファクトリーのジャンピエールベルトワーズが5勝を挙げた。1969年は、マトラインターナショナルのジョニー・イセル・ボイコー・ル・ギアンが3勝を挙げた。11ポイントは、MS7。それ以外のポイントは、MS10 による。 2ms7 は F2 カテゴリーでの出場のためポイント獲得はなかった。ありがとうございます。